とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。1階がちょっと難しいですね。武器に、まず、蜂を入れておいてください。蜂が発動するかどうかによって、まあ、難易度が結構変わってきます。はい。まあ、とにかく、エンチャンターが、やたら出ます。うん、こいつがやたら出るので、よし。エンチャンターをまずは倒す。で、クリーパーは、弓を使ってもいいので、まず倒すようにしましょう。敵を倒す順番が、かなり重要ですね。はい。まあ、とにかく、クリーパーに当たらないようにしてください。んで、一回報酬で、バーストクロスボウです。一応、激怒入れてください。発動すれば、まあ、ラッキーっていう感じで、戦っていきましょう。OK。うまいことね、敵同士で戦ってくれるので、発動すればかなりラッキーなんですよね。OK。で、そこまでね、弓は必要じゃないので、最初から結構飛ばしていって OK です。弓をどんどん使っていっても、まあ大丈夫かと思います。で、ここで、星なき夜ですね、取っていきましょう。で、エンチャントで、火属性と働き鉢ですね。取っていきまーす。あおナイス。クリーパーにね、激怒が決まった時とかは結構気持ちいいよね。敵の方にね、突っ込んでいってくれるんで、それは気持ちいい。よし、 OK。 当たってね当たったかと思ったら全然当たってなかったな。よし。で、おしまいかな。はい。3回クリアでーす。次。ここで、ゴーレム、取っていきましょう。まあ、次でね、蜂を取るので、まあ、いらないちゃいらないんですけども、まあ、意外と必要になる場所もあるので、一応ダブル召喚でいってもいいと思います。うん、全然余裕だよっていう人はいらないかな。うん、エンチャントに回していってもいいと思います。全然当たってね。よし。あと奥の方に多分2体ぐらい余ってますけども、まあいいでしょう。いいんじゃない？弓は残り44本。まあまあまあ、そんぐらいあれば大丈夫でしょう。はい、4回クリアでーす。バジネストを取っていきます。しゃあ。これ最初の1回あそこ注意すれば、次は、中盤ぐらいまでは特に問題なくいけると思います。2回目のボスにテンペストゴーレム、あいつが出てくるんで、あいつの対策を、やりながら22階かなのボスまで進んでいきましょう。本当ね、テンペストゴーレムが結構時間かかっちゃうので、あそこをちょっと注意したいところですね。はい。ここは何もいりません。あ、もうゴーレムの HP 減ってたら、更新してあげましょうね。更新すると、次のステージからまた HP マックスで使うことができます。いいね。よし。いいんじゃないですか？お、逃がした？
ちょっと待って、ゴーレムどこ？あそこ逃げてるんかい。迷子さんが出てくるとね、ちょっと嫌なんだよな。よし、6回クリア。どんどん行きましょう。ここで傭兵のアーマーを取っていきます。で、傭兵にまずはね、雪玉から入れていきます。で、雪玉を3にした後に、クールダウンを入れていきましょう。いいね。で、蜂はちょうど敵がね、枠中心ぐらいに置いてあげるといい感じに動いてくれるんで、蜂いいです。うん、これ武器にもね、蜂が入ってるからわけわからないぐらい出てきます。よし、7回クリア。次、はい、ここでブラストだけを取っていきましょう。で、最初の職人さんですね、傭兵のアーマーを反逆者に変えていきます。はい、で、雪玉をパワーアップさせてクールダウンも入れちゃってください。で、ここの階ですね。意外と敵が湧きそうだけども、そんなに敵は湧きません。で、なんかチラ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 湧くんで、ぐるぐると、2周ぐらい回れば大丈夫かな。よし、 OK。 はい、9回クリア。で、ここでパワーシェイカーですね、ゴーレムと変えていきましょう。はい、で、伸びですね、右側にプレステ版は出ます。スイッチは多分左側に出るんじゃないかな。で、うまいこと、うん、ダメだな。あっ、オッケーなんとしてでも落としたかった、なんとしても落としたかったんですよ、強引に。今のはちょっと強引すぎたんですけども、まあまあ落とさずとも普通に倒せれば OK だと思います。はい、バーストクロスボウ取っていきましょう。で、バーストのエンチャントも入れたいんですけども、とりあえずは、クールダウンですね、先に入れとった方がまあまあまあいいかなと思います。方がパワーシーカーがね、多く使えて戦いやすいですよね。はい、じゃない、よし、終わりかな。はい、11回終了です。11回何もいりません。で、ポイント貯まったのでクールダウンに入れていきますね。意外と序盤に取ったこの星夜でそのまんまいけちゃうんですね。実はね、これ超高火力なんでいいよね。よし、 OK、 エンチャントも悪くないし OK。 んで、次反対側ね。パワーシンカーつけて1個目は OK ですかね。はい、12回終了です。何もいりません。で、あー、エンチャント入れてください。長弾ボーナスショットでいいと思います。で、こっち側の敵に
うまいこと雷のダメージを与えたいところですよね。あ、ミスった、ミスった。まあいいか、完全にミスった。こっちのどうでもいいやつを雷当てちゃった。まあいいか、よし、行きまーす。よし、本当はね、あそこにドカーンってこうやりたかったんですけども、ミスりました。次、ここで虚無剣変えていきます。斧でもいいです。もう斧でも虚無剣でもどっちでも構いません。まあ、とにかく火力をちょっと上げたいっていうところなんですよね。エンチャントはとりあえず8と追い打ち入れておけば OK です。ちょっとね、虚無、星寄るでは時間かかっちゃうんですよね、ここネクロマンサーが。なので変えていった方がいいと思います。 OK で、あとあと、武器演者にクリティカルもプラスしてつけていきたいところです。いいね。で、いっぱいいますよ。ここをパワーシェイカーとかつけて、もう一気に抜けちゃってください。はい、14回終了です。意外とポンポンいけますよ。何もいりません。で、持ってここは、反逆者です。あげまーす。エンチャントはなんかね、一箇所、魂の袋とかあるんですけども、あそこは別につけなくていいかなと思います。うん。テンペストゴーレム、ソウル系がいいかなと思ったんですけど、別にね、ソウル系いらない。うん。ソウル系なしで、進んでいくことが全然できます。オッケー。もうパワーシェイカーがあるうちに、もう一気に突破しちゃいましょう。こいつ結構高火力だからね、気をつけてください。よっしゃい、倒す。あ、倒しきれはしなかったね。でもまあそれなりのダメージは与えたんじゃないかな。はい。で、あと上にいる雑魚たちをパワーシェイカー使ってガシガシといけばおしまいですね。16回クリア。ここでアップドラフト取っていきましょう。8はね、パワー低いけども1を取っておいた方がいいと思います。あ、ミスった。ここはこいつ出てくるからちょっと注意なんですよね。8がいると結構役に立ちます。あぶねえ。8に先行していってもらうといいですかね。危ねえ危ねえ。これね、さっき取ったアップドラフトが雑魚敵多いのであんまり効果を発揮してくれないんですよね。はい。で、ここで17か、あ、違う違う、すいません、何もいらなかった。ここまだいりません。サイスとかね、使いやすいんですけども、まだもうちょっとしてから武器を取るので、ここは我慢です。うん。ちょっとポイントを貯めちゃってください。まあ、全然倒していけると思うんで。OK。ようやくね、アップドラフトが、いい感じになります。殺菌のところがちょっとほんと、使えなかったんでね。よいし。OK。か、はい、18回クリア。まあサイスだったらもうちょっと楽にはいけるんですけども、まあボス用にねちょっと考えておきましょう。で、ここでハープーン
変えていきます。ハープン強いです。エンチャントは長弾ですね。3はいりません。2でいいと思います。長弾がよし、意外といい感じなので使ってください。で、ね、敵が結構固まってるので注意は必要です。でもアップドラフトとパワーシェイカーがあれば、まあまあまあ突破できるとは思います。うん、とにかくここ敵多いので結構注意だと思いますよ。よし、 OK。 あ、まだいたんかい。でこっち側もねいるんすよ敵が。 OK。 あー、あーじゃん、いけ、よし OK。 でここ蜂をね置いてあげるといいです。でもってまずはアップドラフトから、よし、いいんじゃないですか。蜂がうまいことね、ターゲットを取ってくれるんで火ダメがだいぶ抑えられます。でここで、武器テンペストナイフに変えていきましょう。そんなにね使いにくいやつではないです。うん、意外と使えます。で虚無を必ず入れてください。虚無ですね。でもう一つはとりあえず蜂で、あとあと追い打ちも入れていきます。よいし、このスピードバーストが意外とね面白い動きができていいと思いますよ。いいね、いいよ長弾がうまく決まった。サクサクっていったね。危ね危ね。いいですか。よし、意外と HP 高い。 OK、 いいね。スピードバーストが気持ちいい。でここでドラですね。蜂とドラを変えていきます。でここ難しいです。ちょっとラビジャー来るんで、ラビジャーを倒しちゃってください。まあ、うまいことね。よし、あぶねえ、あぶねえ、危ない。ここほんと注意です。まあ、弓をね多めに使っていけば安全だと思いますけどね。うん、まあ、とにかく難しいんで注意してください。ラビジャーがとにかくめんどくさい。危ねえ、あぶねえ、あれ飛ばされてやられることあるからね注意ね。 OK。 でもっておしまいか。はい、21回が多分一番難しい。うん、今回で注意です。でここで地雷を取っていきます。地雷ですね。アップドラフトと地雷を変えていきましょう。あー、でエンチャント忘れないでね。追い打ち3です。で虚無は3入ってます。ヒリー、ナイス。あぶねえ、あぶねえ、いいんじゃないですか。おい、食らうんかい。ワンパンはできません。でもツーパンで倒せるので虚無付け作戦でやっていきましょう。危ない危ない、おい、食らってる食らっとる。よし、で、やり方ですけども、とりあえずギリギリまで減らします。近接でギリギリまで減らす。でドラを当ててギリギリで、で虚無を倍率を上げて地雷ですね。いいかな。うーん、まあ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 、いいでしょういいでしょう。上出来上出来。
痛い痛い痛い、あぶねえあぶねえ、まあ、普通にね他の武器で来るとかなり時間かかっちゃいますので、このセットがおすすめです。よっしゃ、危ないよ、よし、はい、もうおしまいだね。ああもうそんなになくていいか、終わり、はーい、まあ、とにかくギリギリまで減らして虚無を倍率出してドラと地雷、それで倒してみてください。そうすると結構簡単だと思います。何もいりません。次に行きます。でここですけども、反逆者あげたいのよ、あげたいけども早く行きたいのでパワーシェイカーです。パワーシェイカーで、強引に行きたいと思います。ボールはね、もう少し先で出てくるので、まあまあ大丈夫だと思います。いきましょう。あ、でエンチャントね入れておいてください。はい、追い打ちと鉢をまあまあプラスしていけばいいんじゃないですか。でこっからはもうあとはそんなに難しくはないと思います。OK、 あ、ミスった、またミスった、危ねえ、よし OK、 多分もう出ない。タイミングは意外と難しいんですよね、敵が湧かなくなるタイミングっていうのは。危ない危ない危ない。で弓はね、まあそれなりに火力はあるんだけども、もう一応だいぶ火力は不足してますので、まあ、注意して、おい、行ってください、危ない危ない。 OK、 ヨマンスターがね、どういうのよ、よし、はい、24回終了。次んで、ここでこれ武器を変えます。これが強いんだよな。うん、これ強いのよ。とにかく衝撃波ですね。で虚無1でいいです。あ、であれだ、旋風砲だ、旋風衝撃波のゴールナイフ強いんですよ。まあ遠距離で撃っても、まあ一発プラス、衝撃波が入るんですよね。でぴったりくっついてれば、それにさらに旋風まで入ってかなり高ダメージになります。うん、あ、本当にねボスでねいい感じになります。あ、まあまあボスでは使わないけどここでは使わないけど、うん、雑魚的にすっげえいいです。リーチ長いもんね、意外とね、リーチが長くて結構使いやすい。 OK、まあ、このままボスに行ってもいいと思うんですけどね。うん、あ、いた。でもパワーシェイカーの威力を出したいので、まあまあそういうわけにはいかないということですね。でここアップドラフト取ります。地雷ですね。地雷はもうボス専用と考えていいかな。うん、普段使いはちょっと当てにくいので、ではこんな感じでいきます。はいはいはい、ここはリーパーが出てくるけども、この武器だったらば、確実にワンパンで倒すことができるんでいい感じですね。うん、逃げるやつもこの衝撃波が追いかけていってくれるんで、すごいいい感じなんですね。はい、でも、まあ、一応あの虚無も入ってるんで倍率も出そうと思えば出せまーす。よし、終わりかなこれで。はい、
26回終了。で、ここで、スケールメイル変えていきます。攻撃速度は落ちるんですけども、火力はこっちも負けてません。すごくいいです。ただ、エンチャントはそんな良くないので、注意してください。サプライズギフトと、霊気。これでいいと思います。うん。まあまあ、挑戦したい人は、ボスに行ったら無謀を入れるとかね。ありだとは思いますけども、まあ、入れずとも全然余裕で倒せるので、入れなくてもいいと思います。まあ、入れるとさらに早く倒せるかなっていう感じですね。2秒ぐらい。OK。ここがさ、そうか、ここが意外と敵が多かったかな。よし。OK。まだか。終わりでしょう。まだ？ちょっと待って。外してた。完全に外してた。よし。はい、27回終了。ここ何もいりません。はい、残り3回頑張っていきましょう。特に難しくはないです。難しくはありません。旋風ね。一応旋風を入れちゃってください。矢はね、148本全然残りますね。よし。で、ここもクリーパーはワンパンで倒せるのでですね。よし。よし。こう、なんだろう、タワーでのこのソウルナイフ意外といいよね。よし。火力が出るもんね。まあまあエンチャント次第ではあるのかな。で、ここコグクロス棒を変えていきましょう。弓強いですね。テンポセフトと追い打ちでいいと思います。どんどんいきましょう。テンペストゴーレムをね、倒す速度によって、まあ、30分以内でいけるか30分超えるか、それが決まってくると思います。やっぱさすがに30分超えるとね、ちょっと長いですもんね。ちょっと長いので、極力30分以内を目指していきましょう。うん、今回30分以内いけそうですね。あと1回かな。どうだ、まだか。あと1回だった。意外と湧くんですよね。よし。はい、29回、おしまーい。ソーブレード取っていきます。で、イリュージョナーをとにかく先に倒したい、そういう感じです。まあ、出てきた瞬間ドラ当てて、パワーシェイカーでバーってやれば速攻で倒せます。で、OK。 で、エンダーマンも、はい、おしまいだ。さあ何が出る。お、反逆。よくない。よくないね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。